We are Juice Juice. どうも、大分の高っち親方です。今回は、アイドル、ハロープロジェクトから、ジュースジュース、工藤ゆめちゃん、ファースト写真集、タコ缶、ゲットしましたイェイえー、実18歳のお誕生日を迎えられた、ジュースジュースの工藤ゆめちゃん、通称タコちゃんですね。えー、ついに写真集ができました。 タコちゃんってね、もうビジュアルもこう、キャラクターもですね、すんごく可愛くて、独特なんですよね。最近はこう、大人っぽくて、あの、同じ北海道でね、グループの先輩、稲葉真奈香ちゃんの、このイズムを引き継いでるような感じでですね、非常に注目しているメンバーです。今回、この工藤夢ちゃんがですね、ドーンと写真集、ね、自分の好きなメンタコにも会いに行きましたし、ね、普段、ね、パフォーマンスでは見られないような、 大人なですね、駆動ゆめちゃんを見ることができる素敵な一冊です。今回はこの写真集タコ館の感想をご紹介いたします。一人でも多くの方がジュースジュース、そして駆動ゆめちゃんね、タコちゃんにハマる、いわゆるタコツボにハマっていただければ幸いです。今回もお付き合いよろしくお願いいたします。 最初に写真集タコ館のですね、えー、まあ公式のですね、いわゆるこう歌い文句といいますか、概要ですね、写真集の説明をいたしますと、ジュースジュースのタコ好き、工藤夢が18歳のバースデーにファースト写真集タコ館を発売。制服、水着、部屋着、ドレス等多彩な衣装とロケーションはもちろん、 大好きなめんダこに会いに水族館へ行ったり、タコ柄の衣方でですね、撮影されたりと、タコ感あふれる工藤夢らしい写真集ですということで、もうね、このタコと写真集、これはパワーワードですね。まさに工藤夢ちゃん、タコ大好きね、少女なんですけれども、ね、見るのもね、買うのも、 食べるのも大好きということで、今回実際に写真集、こちら静岡県ですね、えー、沼津の方に行かれてですね、実際タコにも会いに行ってますし、本当はあの、工藤ゆめちゃんらしさ全開なですね、えー、一冊となっております。じゃあですね、これをもう私もざっと見てですね、えー、私がどういうところにね、魅力を持ったのか、ね、おすすめポイントや注目の場面などをご紹介いたします。 えまず全体を通しての感想を3つ1つ目いつものめちゃんと普段は見られない大人なめちゃんこの2つギャップを楽しむことができる、えー、写真集の度私ねご紹介してますが普段のこのステージパフォーマンスでは見られない姿を見られるこれが写真集の醍醐ご味この場合ですね今回のめちゃん 結構そこら辺のこうギャップがかなりすごいなと思いました。 いつもの夢、ね、めちゃんも出てきます。これがあの、まさにですね、えー、タコに合うシーンなんですけれども、えー、ガーリーな服装で、こう、ピンクのですね、ワンピースを着て、で、ツインテールをして、実際タコに行ってたり、沼津港に行ってたりするわけですよ。あこの時のタコちゃんは、こう、デビュー当時ですね、えー、ジュースジュースに加入した頃のような、こう、あどけない感じもあって、これはまあ、あくまでも、なんていうか、いつも通りと言いますか、 ああ、タコちゃんらしいなという感じる一場面です。えー、それに対してですね、例えば黒いワンピース姿とかですね、水着シーンというのは、まあこれまでのですね、えー、あまり見たことがなかった大人なタコちゃん、ほんと魅力的な雰囲気になっている。これがですね、今回結構私胸に刺さりましたね。 まあ最近実は現場に私もよく、ね、行って工藤夢ちゃんね、ジュースジュースのパフォーマンス見ますけれども、ああ、もう明らかにこう目元がですね、大人っぽくなりましたし、ね、なんかこう、あどけない、あってリアクションはね、相変わらず、昔の、ね少,女ね、少女のようにこう、天真爛漫でこう、天然まって可愛いんですけれども、大人の見せ方がね、できている。これはね、素敵な一冊ですよ。で、二つ目、今、ちらっと出ましたが、 目元が大人っぽいなっていう感じはやっぱり感じますが、瞳はこう少女のままキラキラしててあどけないなというふうに感じます。まあ基本的に最近のこうパフォーマンスやですね、いろいろと YouTube など見させていただくと、目元がですね、こう特に眉毛の部分とかキリッとしてて、もう急に大人っぽくなったなと感じます。ね、モーニング娘。マキアマリアちゃんとかもそうなんですけれども、目元がキリッと決まり始めて、 落ち着いた眼差しになっている。ただ、こう、写真集で見る限り、瞳ですね。目の部分に関しては、やっぱりこう、キラキラしててですね。こう、少女のような、あどけなさもある。このね、あの、目元っていうところを、工藤ゆちゃん、まあ、目も大きくて、印象的ですので、ご覧ください。あのー、私自身はですね、あのー、ポップミュージックの時の工藤ゆめちゃんが大好きで、そこで、こう、息、実はタコをね、壺にはまったわけですよ。ポッ,ッ、ポッ、 パッと目をひみ開いている。これ本人かなり意識をされてね、いや、目をひみ開いているそうなんですけれども、ミュージックビデオや実際のライブ会場をね、行って、あの、タコちゃんの目っていうのは本当に存在感あります。で、この、まあ、特に白い水着を着てるシーンとか、こう目元とかね、髪型の流した感じ見ると、 あの、女子大生アイドルグループ、メルシーメルシー、ご存知でしょうか私、過去動画、あの、紹介動画上げてますので、ぜひご覧ください。そのメンバーのうちの一人、野口かんちゃんに、そっくりだなと思いませんか これ共感できる方、共感詐欺じゃないですけどね、何名いらっしゃるかわかりませんが、今回写真集はその野口か奈ちゃんに本当に似ているなと思います。まあ普段はですね、例えばあの山口のね出身、福岡で活動されているアイドル、高田しおりちゃん。この間はこちらもね、動画をご紹介してますのでぜひご覧ください。ハロプロ大好きで、彼女にもほんとそっくりですし、 あと、こう、目元のね、こう、ギョロッとした、ね、キリッとしたところは、私が以前お世話になった上司に似てるなと、美人な上司なんですけれどもね、同じ大分出身の、それを思い出して、こう、ね、親近感ありますけれども、まあ、なんていうかですね、この後では三つ目のもね、魅力いきます。魅力3。このビジュアルや見せ方が、 稲葉まなかちゃんに似てきてるなというのを感じてます。まあ、まなかんですね。えー、この間、2022年のですね、春先に、えー、ジュースジュースやハロープロジェクトをご卒業されました。まあ、あの、ね、工藤夢ちゃんとは、あの、同じ北海道出身でしたし、まあ、工藤夢ちゃんがハロプロ研修生、ね、北海道の時の、いわゆるこうね、プレイングマネージャーといいますか、 こうね、お姉さん的な存在だったのが稲葉なかちゃん。もう本当に指定関係、ね、生らい二人なんですけれども、本当にこう、真中に色々と似てきてるなと、現場と写真集を見て感じております。えー、特にこの黒いですね、ワンピース姿の場面とか、ほんとなかなんですよね。あの、 目がキラキラ、ちょっとうつむき影の、うつむいて下向いているところの目の輝きとか、この口の笑顔ですね。とこう、大人っぽさもあり、けど小悪魔的ないい意味でですよ。可愛さもあるんですよね。実際、ライブツアーで現場で見たときにですね、歌声もね、高音、二人とも高音ですし、ダンスもあのね、タコちゃんもキレッキレとか全力なんで、あの、本当にマナカイズムね。 続いてるというか、まあ、本人は意識されているか分かりませんが、こう、稲葉真中ちゃんのように、可愛さとね、こう、大人っぽさとキレがあるっていうところが、本当に似てきてるなと、今回の写真集でも感じました。じゃあね、そんな中で、親方はね、どのシーンが本当にね、大好きなのって、くくね、このタコ感で、どんな感じで幸せになれたのと、えー、私、親方なりにですね、えー、ここ気に入ったなというところを4箇所選びました。 えー、一つ目がですね、これがもう一番、まあ私はね、キュンとなったのが、黄色い衣装ですね。着てるんですけれども、お腹のところはこう、ひらひらになってるので、で、 これね、お腹がね、ドアップになってるとこあるんですよ。ちょっとおへそが見えてる感じで。まあ私がおへそフィッチというのがあるんですが、これドキッとしましたね。上が黄色で、下がこう、ショートパンツ、ね、ホットパンツ、デニムなんですけれども、そのズボンをね、チャック下ろそうとしているところの、これは今までのね、あの、 なんていうか写真集でもなかなか、いわゆるこうね、強烈と言ったらあれですけれども、魅惑的な感じでですね、こんなゆめちゃんね、あの、大人の見せ方があるんだというところをね、びっくりして、まら嬉しいですよ。で、二つ目ですね、今度は部屋着ですね。もう、大体私写真集の時部屋着という方ってよく言うんですけれども、あの部屋着の場面ですね、えー、ピ確かこれ青、水色のですね、こう、 上着てて、下が白のですね、ホットパンツなんですけれども、これもね、こうお腹が出ててね、おへそがちらっと見えてるのが本当可愛いですし、で、こっちをこう、ね、ベッドとか椅子に座って、こっちを見ている姿が本当に大人。若干ちょっと耳っぽさもありますし、やっぱり野口かんちゃんにもね、似てるんですけれども、あのピンクのウェアね、着てて、これなんか本当生活感感じていいですし、 まあ、マナカンでないですね。ゆめちゃんは本当にこう、美少女だなというふうに感じました。で、三つ目ですね。が、えー、黒いドレスですね。先ほどの通りですね。本当にこう、マナカンっぽさも感じますし、スタイルのこう良さ、細さというか、足もね、スラッと見えて、着こなしが良くて、あなんかこう、黒藤ゆめちゃん、まあメンバーカラーとかね、えー、タコの印象からこう、ピンクっていうところもあるんですが、黒いね、あのー、 マナカンっ,、ま、ってまた一っいす。ごめんなさいね。ゆめちゃん。けどゆめちゃんっていうのが本当にこう、大人っぽくてセクシーだなと。この写真集で初めてそんなね、あのー、写真集を持ってこう、大人なね、えー、ゆめちゃん見せられてるなと感じた、まあ、場面です。で、四つ目が、えー、茶色いセーラー服を着ているところですね。これもまたいいんですよね。まあ、ラスト JK ということで、本当にまあ女子ね、高校三年生ですけれども、あのー、 なんていうか、茶色っていい色ですよね。<laughs> っていうと、シンプルですが。まあ、普段私、青が好きなんですが、こう、例えば、茶色の、こう、野球のユニフォームとか、サッカーのユニフォームあってもかっこいいんじゃないかなと。まあ、国士観高校とかね、東京の野球部、そうですけれども、茶色ってこう、シックな感じして、大人な感じがしますよね。まあ、しかも、ゆめちゃん、9月28日、秋生まれですし、ね、秋の雰囲気にも合っている。 このなんか、茶色の魅力を感じたというのをですね、この写真集、ね、パッと覚えました。えー、昔私、あのー、岡山駅に行った時に、岡山のですね、女子高生の制服で一つ、黒に、こう、で、黒がメインで、えー、襟とかが、ね、茶色の差し色の、セーラー服、ど、どっかわかんないんですが見たんですが、かっこいいなというか、本当おじょんさ僕ってすんごい素敵な、 制服だなと思いました、えー、今回はねあの白に白というか薄いクリーム色に、えー、茶色のですね、えー、セーラー服なんですけれどもこの秋っぽさと大人っぽさを感じる 茶色のチョイスというのが非常に良い,いなというふうに感じました。えー、まあ、あくまでも今まで述べたのはですね、私の感想ですから、えー、皆様にもね、それぞれ好きな場面とはあると思いますので、ですね、えー、それね、皆さんが思うですね、ここの良さとかですね、くどいゆめちゃん魅力を発見していただきたいと思います。まとめです。まあ、結論。 この多幸感のね、写真集、生らいです。やっぱりかなりこれ出来が良いですね。あの、ネット上でもこれ好評でして、まあ、普段見られない、この大人になっている、ね、あの、ゆめちゃん。ね、ぜひご覧ください。まあ、このようにこの写真集でも感じましたけども、こう、まあ、ビジュアルもしっかり、そして現場で見るダンスな、な歌のパフォーマンスもしっかり、着実に 工藤ゆめちゃんは成長しています。あどきなさんも残りつつも、こう、大人な感じでですね、全力で、そして、こう、落ち着いた表情になっているなというのが印象的です。もう個人的にはね、グループ、ジュースジュースもそうですし、ハロプロ全体をですね、これからこうね、引っ張って盛り上げていってくれるメンバーになってほしいなと、結構ね、私期待してます。もうゆめちゃん、本当現場で見ると可愛いですし、存在感もね、ありますので、 えー、パフォーマンスできますからね。えー、ぜひですね、一つ、ここは工藤夢ちゃん、タコちゃんにですね、注目をしてください。そしてですね、今回の写真集でもね、訪れてましたが、ね、タコ、ですね、オクトパスですけれども、えー、ぜひですね、本、え、当、ー、タコ、ね、好きを生かして、ね、キャラクターもね、濃いね、いい意味で、本当にこう、人気者の工藤夢ちゃん、自分の好きなものをね、これから生かして頑張ってほしいですね。えー、まあ、 なんていうか、こう、海洋生物のですね、こう、アクアリウムじゃないですけども、専門雑誌の表紙も飾られてますしね、え、本当にこう、タコ好きからいろんなね、活動、ね、 音楽もそうですし、今回写真集もそうですし、ね、専門誌もそうですけどもね、いろんなこう好きなことを軸にですね、まあ、好きなことを活かしながら、えー、いろんな活動してゆめちゃんがこう楽しくですね、いい人生を過ごせるように、もう素直に応援したくなる、真面目でいい子なんですよね。えー、ということで、あのー、写真集はかなり良いですので、えー、大人なゆめちゃん、ね、そして変わらないままのゆめちゃんも、 ですね。詰まった一冊、ぜひ一度お手にお取りください。えー、ということで、ジュースジュース、えー、工藤ゆめちゃんのですね、写真集、タコ感、えー、感想をご紹介いたしました。一人でも多くの方、今すぐタコツボに浸かりましょう。<laughs> ということで、今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、また 今日も、推しのために、働く